はい。皆さん、こんにちは。世界史自問答のテーマ誌です。今回、第23回ということで、え例えベーシックと連動してますよ。砂糖の世界史、第23回になりました。はい。では、早速ですね、問題の1番やってみましょう。どうぞ。 はい。えー、一番です。行きましょう。えー、医学大全を表したほにゃラら,らラテン名アビケンナは、砂糖は万能薬との言葉を残しているということです。で、これもね、お話何度か出てきたと思います。このテーマ誌の授業でも。はい。えー、どこから判断するかと言ったら、まずここでしょうかね。ラテン名で、つまり中世ヨーロッパでの呼ばれ方がアビケンナでした。誰ですかってことですね。で、これはあの、似たやつがもう一つあって、アベロエス。ね。で、アベロエスがどっちだっけってこと。ね。あれですよね。 で、これは末尾に注目してください。アビケンナで終わるのが、ナーで終わるということで、イブンシーナーですね。はい、こちら、イブンシーナーアビケンナはい。で、イブンルシュドの方がそうでない方です。アベロエスでございます。その組み合わせ。間違いやすいんで注意しましょう。はい。で、その人は、じゃあ、医学大全表したんですかって話ですが、これもタイトルがね、曲げらしいですよね。医学大全がイブンルシュドですから、こちらは、医学天般に直してください。医学天般のイブンシーナーアビケンナということですね。 で、この人が、要は有名なね、イスラム世界のお医者さんであり、哲学者なんですけど、うん、あの、砂糖に関しても書いてるわけですよ。はい、えー、砂糖は万能薬であると。大体こういうね、あの、思考品というのは最初は薬として始まることが多いですけど、えー、まあ、万能的なんだと。甘いからなんか、元気回復みたいなね。えー、そんな感じで、いろいろ書いてるんですよ。二学天板って。その中の一つに砂糖を盛り込まれていましたということでした。はい、1番でした。えー、はい、じゃあ2番やってみましょう。どうぞ。 はい、えー。では2番解説です。行きしょいわゆる、ホネララ交換により、砂糖キビが新大陸に伝来し、エンコミエンド性能と砂糖キビ栽培でインディオが酷使されたということですね。まあ、あの、なんとか交換って、これ実はこの一問一答のね、世界史、えー、テーマ史の方でも、かなり最初の方で出てきましたね。えー、これがね、あの、感染症の世界史の第3回目ですかね。えー、3回目あたりの時にですね、やったかと思うんですよ。 要するにヨーロッパ人がね、新大陸、アメリカ大陸に行きましたと。その時にヨーロッパのものを持ち込む。で、一方で、新大陸で得たものを持ち帰ってくるというような交換をしたと。その交換したものっていうのは、作物もそうだし、あるいは病気もそうですよね。ヨーロッパから、ね、新大陸に、はいえー、持ち込んだのが、はい、これが天然痘。新大陸からヨーロッパに梅毒持ち帰ってきたっていう病気の交換をやってると。 同様にですね、えー、こちら、作物で言うと、砂糖キビですね。これを新大陸に伝来させちゃったと。はい。で、これはね、コロンブスの第2回の公開の時に、砂糖キビの苗を持って新大陸に行ってるんですよで。それで持ち込みましたっていうことです。はい、えー。というようなことを一連のこと言ってますから、はい、これをコロンブス交換と言います。はい。えー、コロンブス、ね、要するに新大陸に行ったヨーロッパ人の、まあ、典型ですよね。えー、それに、それ以降ですね、えー、いろいろなものが新大陸とヨーロッパで交換されたという話です。 はい。で、エンコメンド性のもと、砂糖キビ栽培でインディを酷使された。これ有名な話です。エンコメンド性はこれ2回目じゃないでしょうかね。えー、これは奴隷制の世界史のとこでお話ししたかと思いますけれども、えー、これはね、な、なんでした事実上の奴隷制ですよね。現地の先住民、インディを酷使するということで、こちらまるで結構です。はい。以上2番でした。はい。では3番行きましょう。どうぞ。 はい、3番の解説です。18世紀以降、フランスはジャマイカでサトウキビの栽培を開始したが、フランス革命の影響が及ぶと黒人奴隷が反乱を起こした。これをホンヤラの放棄と呼ぶということです。えっ、ー、と、これそうですね。フランスの植民地で栽培してるわけでしょでジャマイカではないんですよ。えこれちゃんとテーマ誌の講義の方でえ、ジャマイカも出てきますけど、喋ってますね。そちらをご覧ください。こちらね、ハイチですねえ。フランス領ハイチ、中米ハイチでサトウキビ栽培しました。 えー、ただ、18世紀って言うとですね、後半にフランス革命が本国で起こります。ね、で、そのフランス革命の思想が、えー、その植民地まで及んで、はい、それで黒人奴隷が反乱を起こします。はい、これをサンドマングの放棄と言います。要はこのハイチをですね、当時サンドマング植民地って言ってたんですよ。だからそこから取ってサンドマングが放棄したぞって言って、サンドマングの放棄。はい。以上です。はい、続きまして4番です。どうぞ。 はい。えー、では、4番行きましょう。1830年、財政危機を迎えたオランダは、ジャワ島に砂糖キビコーヒー、アイを栽培させる、ホニャララを導入したということです。これも有名な話です。えー、どこで判断するかって言ったら、そうですね、ジャワ島に砂糖キビとかアイとか、えー、このコーヒーを導入したっていうところ、えー、ここからですね、強制栽培制度だってことがわかるかと思います。こちらですね、強制栽培制度。 まあ最近ではですね、これ言い方がね、あの政府栽培制度っていうふうに変わりつつあるような状況なんですが、まあ教科書の表記、山川出版社の教科書は、ああ、強制栽培制度なんで、まあ特に問題ないという話も確か授業しましたね。はい。で、えー、こういつの熱帯の作物ですね。これを強制的に作らせて、こジャワン導入するんですけどね。で、それを買い上げて、オランダが売っ払う。で、利益を上げる。ということで、はい。これ、財政危機が背景なんですね。はい。1830年。 導入された年。これ合ってますか合ってますね。これ丸です。はい。1830年といえば、これはちょうどですね、あの年ですよ。ヨーロッパでは自由主義ですよ。まああの、7月革命、えー。で、その影響で、ベルギーが独立してます。どこから独立したかっていうと、それがこのオランダなんです。オランダからベルギーが独立。そうすると、その分税収が減りますから、オランダの財政が危なくなると。 しかも、この1830って、このジャワ島でのですね、反乱をですね、ちょうどこう、抑え込んだ年でもあると。ジャワ戦争って言うんですけどね。で、その戦費もかかってますから、あそういう意味でも、この年結構危機の時代でした。そこで、えー、無理やりこのジャワ島を締め付けることによって、利益を上げようとした。収奪を強化したということですね。これが強制栽培制度です。はい。えー、というわけで全部やりましたね。えー、それでは本日のポイントです。はい。では本日のポイント。 砂糖の世界史ということでね。まあ、全部をお話しすることはこの回ではしませんけども、詳しくですね、これはあの、近代、現代まで聞きたい人は、えー、ぜひですね、ただいベーシックの砂糖の世界史聞いてほしいんですけど、まあ、ちょっと要点だけ押さえておくとですね、ま、砂糖キビっていうのはもう世界商品って言われるわけですよね。ええー、これはもう、あの、世界中で、まあ、砂糖嫌いないでしょ。全世界で需要があるんですよ。でそういうの世界商品といって、それこそコーヒーとかと並ぶような存在なわけ。 でそういったものの、まあ、公益の主導権を握る国が、あまあ、勝つわけですよ貿易で。それを、どう握るかっていうことで各国が知恵を出し合ったという歴史がありますね。あの、砂糖がですね、最初にヨーロッパ人にこう知れたのはいつかっていうと、この時って言われてるんですね。アレクサンドロスの東方遠征。はい。で、北インドまで行きますよね。で、そこで、砂糖に触れると。で、従来ヨーロッパ人というのは砂糖を知る前は、甘みが欲しければ、一つは果物の汁ね。 甘いじゃん。うん。で、もう一つは、蜂蜜ですよ。蜂蜜か果物の汁だったんですね。で、それ以外の蜜があるって感動したわけですね。それがこのタイミングですよ。はい。で、その後ですね、あの、イスラムの、はい、えー、ウマイヤ朝時代にインドから里が伝わります。というのは、ウマイヤ朝ってインドの方まで遠征行ってますからね。で、わかると。そしたらイスラムといえばジハードですから、ジハードの過程でどんどんどん,どん世界中にこう、里をばらまくっていうイメージです。はい。 で、十字軍でヨーロッパと接触すると、ヨーロッパに、はい、えー、本格的に砂糖が伝播します。で、十字軍国家、イエルサレム王国でも、実は砂糖の生産やってます。はい。で、イブンシーナー、これがさっきの問題になりますけども、えー、イスラム世界のね、偉大なお医者さんですよ。砂糖は万能薬というふうな言葉を11世紀に残していると。こういうことでした。はい。まあ、さらにね、この続きの話とか聞きたい方は、こちら、えー、たとえベーシック世界時代23項の方をチェックしてください。はい。ということで、本日は以上になります。お疲れ様でした。 はい、えーと、今回もお疲れ様でした。世界史は問題演習によって実力が上がっていきます。ぜひ多くの問題を解くようにしてみてください。